お、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。やばいやばいやばい。これパート何部か分かってなかった。清宮、もしも清宮がハムで4番でスタメン固定で出続けたらどうのこうのの、パート14ですね。雨だ。パート14というか、ちょっと動画の動画と動画の間が空いてしまったけど、今日はこの内容を、この話をせねばなるまい、するしかあるまいということで、まず、いきなり棒だ、棒、棒が同等って言ってた。動画冒頭ね。動画冒頭、これを見ていこう。ですね、見りゃわかるな。見りゃわかるな。パリーグ TV さんから勝手に映像を拝借しております。北海道日本ハム清宮選手のプロ初アーチは逆転スリーランという、そういう動画です。ついに清宮がホームランを打ちましたというね。というね、映像をみんなで見ていこうじゃないかと、そういうことでございます。いきなりね、これはゲームの実況なのか、果たしてプロ初がこれだからな。ワンボールツーストライク。プロ初がこれだよ。西野は一塁二塁、ロッテのピッチャー。大きい当たり。どうでしょう。ここに着だ。もう一回ね、もう一回、はい、これが清宮のプロ1号でございます。ストレートじゃないね。ストレートか。落ちる変化球か。ちょっと待ってよ。もう一回。わからんね。ちょっとね、体が流れた感じなんだけどね。これをここまで運ぶっちゅう。まあ、なんか、軽く振ってるよね。軽く振ってる。ちょっと待ってよ。太めのボールなんですけどね。もう一回ね。ここまでなかなか、ね、手がこうシュッとくる、はい、ちょっと打ち方変わったか。返してポイント引きつけて外めのボールをヘッド返してこう引っ張ってますね。うまくこう引っ張ってますね。そこのコースをこう引っ張るのってことですね。そして一本じゃないんだ今日はね。今日はもう一本あります。ハリグ TV。 ちょっと待ってくれ。ちょっとポジショニングが悪い。座りが悪い。動画の座りが悪い。よしよし。さあ今日2本目、今日ってか昨日なんだけどな。2本目はこれ。いやー、どうだ、これはいった。でも場外弾だから終えてないっていう。清宮、もうカメラが終えてない。今日は一本出ると本当に嬉しいですよ ね。リプレイも見ていってみましょう。なかなか見れないですよね。あるのかな、スロー映像。スローかまさか。カーブを本当にこれスライド、カーブを待ってたのか。これもシュッとこうね、体がきれいに回転してる。反応でこう打ってるように見えるんで、ね、したらもうこの段、この飛距離よっていう。いやー素晴らしい。今日はいいものが見られました。いいものが見られましたね、という実況でございます。なんだそれ、なんだそれ。堀田と、待てよ。ということで、まあ実況やっていきます。いやー、随分とまた、まだ関係ないところから入っちゃってね。まあでも3分か。藤本と堀田というこの2人を。なんか明るくない？色が。なんか色は明るくない？仮にここで色を変えられたとして、なんか明るい気がするんですね。高度な設定か？こういうところで今なんか明るいんじゃねえかなと思ってるんだけど、でもね、なんか変えたか。俺いじった記憶がないんだが、まあいいか。こんなもんなんでしょうね。まあちょっと気になっている。変えるの設定しかないよな。あれ、まあもしも見にくかったら、まああれだ、気にしないでください。藤本、光雄ってのも、これもなかなかいい選手なんですね。堀田と藤本。まあ、どっちも早熟タイプだから。はっきり言ってね、がっつりいい選手を作ろうと思った時には、そんなに、なんか、いまいちって感じなんだけど、燃えてきました。よし、こいつは、全然ドラフトで上位に引っ掛けられる。なんか明るくない？明るくない？まだ気になってる。外国人選手捕まえてるんじゃないかな。そうでもないかな。
なんか前回との間が空いちまったせいでさ、なんかドリームキャストのもう一回日付入れ直しとかしなくちゃいけなくて、変。もしもね、金村悟が抜けた暁にはね、この辺のピッチャーを取っていこう、強奪していこう。なんか重たいし、なんか重たくない？まあいいけど、これは別にあのね、雨だから。なんか重たいな今日。なんか動画をたくさん移動したんですよ。デスクトップにある動画がなんか重たいな、動きが重たいな。デスクトップにある動画がさ、ちょっとなんか多くなってて、それを一つつけてる。ハードディスクって言えばいいのかな、外付けじゃないんだけど、ハードディスクがあって、あ、戻った。でまあそれにね、移し替えるなんて、そんな作業してましてたんですけどね。まあ協力打線だし、これだったらさ、金子誠と奈良原の打順変えた方がつながりそうじゃない？はい、でいきます。いや待て、金村よりも先に岩本を投げさそう。よし、そして金村を投げさそう。打順がね、この第2戦は多分ね、あれだね、多分奈良原打ってないね。検証こういうの大事。ほら打ってないね、打率下がってるもんね。ただここは勝つよ。どうよ首だ、絶対に許さない。顔も見たくない。金子誠が当たってて、奈良原が邪魔してるまであるな、こりゃ。あ、でも5打数2安打か。今日は割とみんな打ってるし、ホームラン打ってるね。あれ？あ、いいか。ホームラン打ってるねえじゃねえわ。清宮の打率が下がっている。これは気になる事態ですね。ランでも当たってるよ。これはなかなか。まあ、ロッテには負けたけれども。うん。悪くはない。まあね、あの、清宮シリーズだっつってさ、清宮の動向も動画で追うけれども、大事なのはもちろんね、もちろんこっちの方よ。ゲームの方も大事。ゲームをやってるんだっつ、だっつって、ね、岩本がエースとかして、岩本。だからサムネにしやすい画像が欲しいな。サムネになる画像を今、左でポチポチやってます。左はサムネになりそうだ。よし、また雨だ。雨が多いね。新しく選手を見つけてきたわけではないから、このまま日付を流していきましょうか。昔の動画とかをね、だから とにかく、ハードディスクっていうか、パソコンの容量がいっぱいになってきて、昔の動画とかを見返してたんだけどね、これ捨てられねえかな、動画だろうな、つって、見返してたんだけどね、いやー、懐かしいのが出てきますね、探すとね、クターの実況とかしてたりね、あと、なんかエミュレーターちょっと使ってスーパーファミコンのゲームとかやろうとしてたりね。もうあれ犯罪だからダメだぞ。若気の至りって言ってたな。そんなものあげたところで、やっぱ実機でやらんとな。立山ちょっとあんた、まあ、ここで追いついたのすごいね。6点取ってね、ここまではいいわ。野口のスリーランと小笠原のスリーランね、清宮。ただそして1点取って、あと抑えたらってところで、立山がワンアウトツーアウトから柴原、村松、城島にスリーラン浴びてる。最後打たれたのミラバルだ。もうだったら甲斐の頭から2番投げさせてから3人押していってくれ。次山本、どうなんだろうな。金子誠の方が上がり調子じゃない、これ。ブランデン、井出、野口、奈良原。まあこうなるし、西浦がもうちょっと打ってくれないとダメです。はい、長い。この時のホークスなんか長いってやたら評価されてんだよな、よくわからんけど。またまた延長の試合になっている。
ここでなんとか追いついた我が日ハムではあるものの、しかし延長12回13回14回14回、ついに力尽き、今関スリーラン、ウィルソン、もうちょっとってとこなのに、なんか勝ちきれてないぞ。さあ、殿下の報道こと金村悟、金村首だ、もう首だ、お前首だ。さあ次の試合見るか。もうね、3つ、1週半やったらもうあれだからね、10日分ぐらいだからね。一応首位ではあるけれども、清宮が打率ベスト10に入ってはいるけれども、ちょっと陰りが見えてきました。清原400本、あ、名前呼んではいけないあの人だった、まだ現役だからね。なんか動きはなーし。あ、一人捕まえてきたよね。獲得、外国人。契約。3週、今4月3週今これ動画撮ってるの4月21日なんですね。まあ、合ってるね。ヴィンセント、誰あんた。肩強い。コツコツリードも補給技術は平凡。この辺に、あ、本がない。あ、ちょっと待って、ヴィンセント。ちょっとヴィンセント調べます。年俸安いね。1億2600万円。ちょっとヴィンセント獲得があるかどうかを調べております。ペラペラペラ。これもあったらね、焼きつくぬるゲーだよな、はっきり言ってな。データ、これだけで、この肩強い、コツコツリードを学ぶ、補給技術は平凡っていう、その情報だけで選手取ってこなくちゃいけないレベルなのに、俺はわざわざこの、わざわざっていうこの、攻略本を持ってるから、ちょっとずるしてるよな。ヴィンセント、普通、成長タイプ普通、持続普通、体力 B、ダーン、もうバッティング最悪だな、DB だなんて、最悪ではないな。あ、でもね、ヴィンセントあれだね、キャッチャー技術は高いね。肩 AA だし、補給 BA だし、キャッチャーリード DB だし、捕手は AA だし、これ取るとね、出荷はできるね。どうしよう。取っていいよ、この選手。取っていいですね。まあ、野口を、もしも野口が怪我した時には、このヴィンセントがいたら、田口より役に立つって感じ。てか、3日連続で雨。雨。どうしよう。あともう1周ぐらいやる？てれれれん。左か。岩本はちょっと投げさせられんな。関根はちょっと調子が落ちてるし。ちょっとこの、モンテピッチャー投げさせてみるか。右、左、ま、奈良原の打率がすごく落ちている。そんなに打たれる？2回3分の2、5、自責点、16.88 防御率。これは使い物にならんな。打撃成績は？振るわねえな。振るわない。振るってない。ついに今2位に転落しております。投げさせるなら金村でしょうね。まあ、投げさせまくってはいるけれども、ファイターズの中で一番いい投手であることには変わりない。いや。もう一つのピッチングが続いてます。ここで今3連敗してるのかな。3連敗はしてないか。ちょっと負けが込んできた。次の週で試合を見ましょう。急いでね。一応清村が首位ではあるんだ。清宮が首位ではあるんだ。首位打者ではあるんだけども、6連敗じゃん。3連敗とかレベルじゃねえ。6連敗じゃん。泥沼6連敗を止めるのは俺だ。オーナー賞をつけましょう。いや、つけません。あ、一人見つけたね。誰か見つけたね。ちょっとそれを見とこう。
新人のピッチャーのってかやっぱ野手が欲しいけどな。なんか北川か横谷か久保かなんかのどれか捕まえたんだろう。多分この辺りのどっちかだな。こういう選手はねもうどうしたって活躍しないからね、焼き付くにおいてはね。取ってどうしたっては言わないわ、どうしたとは言わない。焼き付くにおいてはあれだ、だいぶね、だいぶ進んだ後10年とか20年とかこのね何年目ってあるでしょ、この辺に何年目ってあれが進んだ暁にはね、活躍させてあげられないこともないみたいなことになる。よし、4月なんで誰腹立つ。2ヶ月左の中継ぎが必要になるぞこれ。清水を後ろに下ろすか、後ろに回すか。先発タイプではあるが、うん、清水を後ろに回そうか。とりあえず関根を投げさす。よし、次石井隆か。清水左だけども西武に対しては勝ちたいから清水。いや勝ちたいんだったら、勝ちたいんだったら、うっ、ちょっと金村さん、あなためっちゃ負け越してないか最近。まあ抑えてんのか。あれこの試合なんだ、抑えてるか本当に金村抑えてるか。あー、ピッチャーのエラーで防御率に影響しないのってどうしても納得できないんだが、ピッチャーのエラーは失点に加えろ。冷えてますね清宮が、カチンカチンに冷えてますね。正田投げさせてみたい感あるね、感あり。正田行こう。西浦がやばすぎる、やばすぎでしょ。ちょっと声かかってる、マイクに。石本の方がいいか、守備だけでやるだけど。ちょっと待てよ、塩崎だろ、変えよう。上田でもいいけど、上田だな。試合を見る。さあこの試合見ていきましょう。今現在ゲームを始めて18分経っているので、この試合かなり巻いてやらないと25分ぐらいには収まらないでしょうね。あんまりね長々やったらね、見る側もね、これ見ようと思ったら20、30分もかかるのってことになって、ね、見ないことになっちゃうから、それは良くない。ファイターズ球場、野口、清宮、金子誠、小笠原、奈良原、おバンドを入れ、上だというそういうラインナップでやっていきます。まあ、清宮の打席に注目していきましょう。おい、入れ。いきなりかい。今、正田はそんなに悪くないぞな。あれも完全に井出だ。井出一人です。一人で初回からスリーベースを2本けん。バントか、まあ、バントでいいけど。これなかなか随分と大胆なバントをしたね。小笠原の打席見とこう。打率2割6分4厘小笠原。まあ、小笠原ほどの打者になれば、ここで。2人いける。金子誠足が速い。よし。この試合はなかなか、いい試合になるんじゃないですか。清宮、頼みます。いや、すごいね。3割9分4厘4本。15だ。
まあいいでしょう。最低限の仕事はした。打点を上げるという最低限の仕事。よしよし、ガンガンいけ。いや、ブランドいいね。いで先般いで、初回の2点は完全にいでのせい。ノーアウトでな、ツーアウトな、ノーアウトでランナー出てないんだから、そんな無理して、ね、突っ込むような守備をしたのは、まあ、ちょっと攻められてもおかしくないな。上田に、上田ね、井出に関しては。おお、いいですね。小笠原の打席。小笠原も続く。さあ、清宮だ。さあ、清宮だ。3割8分クリーン、4本、16打点。1本欲しい。ヒットで1本欲しい。ゴロもいいけど。ゴロもいいけどね。おお、いやー、いいですね。いい活躍をしてますね。現実の清宮同様に素晴らしい活躍をしている。なんじゃこの試合は。オバンドのホームランまで飛び出している。ただ翔太に関しては3回持たんな、これ。3回持たんな。うん、走られる、走られるし、金子誠じゃない、金子松井和夫、なんとか抑えてほしいが、高木大成、まあねじ伏せろ、ねじ伏せろとしか俺には言えないわ。幸い高木大成はちょっと今当たってない。ちょっと音が遅れてない？またパソコンの調子があまり良くないらしい。そしてよし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 、チューミンチェ。この字がさ、チューミンチェって読めるのはなかなか、なかなかじゃない、なかなか野球クロート感出てない。まあ読めるんだけどさ、チャンズージャだろうがな、ソンミンチョルだろうが読めるんだけどな、チョミンチョルか、読めるんだけどな、やり込んでたから読めるんだけどさ、普通読めないよな。普通読めないよ、これがシューミンチェには。一つ前のカウントで攻めるべきだったな。じゃないと、野口にバントさせればよかったなってなっちゃうもんな。うん。まあ、なんで走った？なんで走った？ピッチャー変えまーす。ちょっと待って、誰？伊藤か。じゃあ右ピッチャーを、右ピッチャー、ここの回を桜井でしのがせる。右、左だからね。この回は桜井でいく。桜井、なんて読むんだろう。幸宏かな。金子誠とフォアボール。走る、即座に走る。野球つくにおいては走力はかなりのアドバンテージというか、もうそのキャッチャーとの足との足の兼ね合いでもうほぼ 100% 盗塁が成功してしまうから、もうセイバーマトリックスも真っ青よ。うん、現代の野球においてはあんまり盗塁っていうのは評価されないんだけど、でも成功。お？よし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 。ホームランにならないまでも、盗塁ってのはあまり評価されないんだけど、この、焼きつく世界においては、盗塁の成功率が高すぎてだな。肩 S とかにしても多分ね、肩 S でも走力 A、盗塁 A ぐらいの選手をさせないからね。ちょっと待ってくれ！監督やめてくださいよ。清宮にバントさせるのはやめてくださいよ、監督。長打狙いでいいんです、長打狙いで。ノーアウト二塁だと容赦なく盗塁させ、じゃバントさせる監督ってのはどうなんだ。よっ、ああ追い込まれた。
あーまあ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 こっからオバンドーとブランデンだからね。我がファイターズの誇る強打の外国人選手2人だから、ちょっと待って、なんでバントさせるんだよ。監督の指示だけどさ、監督に指示させるようにしてるけどさ、バントはねえわ。まあ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 、次に控え手はこのブランデン。ちょっと、はいはいはい、もう夢も希望もなくなった。はい、夢も希望もなくなった。なんかあんまりこの二人機能してないくない？俺がこう打ってほしい時にあんまり機能してない気がするんだが、あれ抑えたな。このまま桜井でいけない。フォアボール。松井和夫、ここで抑えた。抑えられなかったら交代しようと思ったのに。抑えられてない。ちょっと待った。ここで変えます。清水に変えます。高木大成、ちょっと右だぞ。これで前でしょ。危ない橋を割と渡ってるな。試合展開としてはこんなハラハラしていいようなもんじゃないのに。4球だ。上田いいな。今日すごく上田がいい。一番に置いてる意味があるってのもんだが、今何分？あ、27分。ダメだな。30分超えるね、これじゃ。やっぱね、最初10分ぐらいで終わらせないといけないね。この試合に入るまで10分ぐらいでね。清宮の打席、見落としてしまった。そういえば野球で今季からね、リクエストっていう、わかる？リクエストっていうルールが新たに追加されてますね。いいと思う、あれ。すごく。テニスでいうところのチャレンジだろ。チャレンジほどあれではないけれどもね。面白くはないけどね。チャレンジは失敗したらチャレンジ権を失うんだけど、成功する限りはチャレンジをし続ける。つまり、アンパイア、審判、ジャッジの判定が間違っていたら、そのチャレンジの請求権をもう一回戻るみたいな感じなんだよね。リクエストは1試合に2回しか使えないらしい。いい制度だと思います。なんとここで抑えてもらおう。ここで原田がないないのはちょっと痛いな。まあいいでしょう。さあ清宮だ。西崎、この時点で多分35ぐらいだよ。36とか7とかそれぐらいだよな。日ハムから西武にいた選手ってあんまりいない気がするんだけど、貴重なトレンディエス。ああダメだ、多分この時点で結構年取った記憶があるぞ。西崎36ですね。あ、で万世タイプだ。じゃねえ。このまま生駒に抑えさせよう。セーブのつく場面ではないし。ちょっと今日は録画環境があまり良くなかったな。なんかカクカクしちゃう。ん？いや、いけるでしょう。最後は見とこうか。見届けよう。やっぱカクついてますね。なんか、投げた後動いてるぐらい。もしかしてこれが出てるのが悪いんかな。消そう。あれ？消したら動きがスムーズになってるわけではないか。
頼むぞ頼むぞ。うん、球が速いってのはいいことだ。148じゃないけど振ってなかった。危ない橋を渡ったね。まあいいでしょう、勝ちは勝ちだ。金村で負けたけど、まあ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 いい位置にはつけてるね。清宮もまあ打ったし、でも4打数1安打か。小笠原が当たってくれると嬉しい。よし、まあ今日はこんなところでございますね。まあ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 、まあ、そんなにいいこともなかったけど、そんなに悪いこともなかったみたいな。次で選手取ろうか。いや、阪神とのトレードのいかん、いや、もう取ってもいいな。次回取ります、新しいキャッチャー。名前も忘れた、誰だっけ。なんか悪役みたいな名前だったような気がする。ちょっと思い出すから、ベンジャビンじゃないな、地方か、まあ、次回思い出します。なんだっけ、あのキャッチャー、新しくね、動画冒頭で言ったキャッチャーの名前が思い出せない。もうなんだ、バビブベボみたいな感じだった気がする。バーランダー、ヴィンセント、そう、ヴィンセント。今日めっちゃけど、まあマイクに声かかっちゃうな。ちょっとマイクのあの方向が悪いわ。ということで、今日はなんかちょっと、ね、ほら、なんか遅いんだよ、これも遅いんだよ。気にしてはいけない。いやー、まあね、ちょっと忙しくてね、今言うことじゃないな、最後じゃないな、最初に言うべきだな、忙しくてなかなか動画上げられなかったですけど、またちょっとね、余裕を作って動画上げていこうかなと思います。ほら、次の動画で、多分ね、4月の、最終週動画なんだよな、焼きつく的には。また間が空くかもしれないですけども、ぜひ見てねということで、ほんなまた。